15回終わって、うん、産毛に変わったぐらいの時は、うん、1ヶ月待ちきれなくて、うん、3週間とかでちょっと鼻周り痒くなっちゃって切ってましたけど、うんうんうん、その後やるたびにそれが3週間と2、3日切んなくて大丈夫だったり、それが3日4日切んなくて大丈夫だったりになって、うん、最近は丸1ヶ月放置で、うん、なんとかギリ耐えられるぐらいの、ここまで、うんうんうん、もう何ですかね、4、5回打ったら1ヶ月半とかでもう耐えられるぐらいに伸びてくるんじゃないですかね。自分でそういうのを感じるってことね。感じますね。うん、だ伸びるスピードもだんだん遅くなってね。うん、そうですね。うん、あとそれが減ってくればいいんだよね。うん、うん、はい、こちらのお客さんのね、スタート写真はこの左の写真で、ものすごくね、あのひげ太くて密集してましたね。で、あの、カミソリで逆剃りしてるせいか、ボコボコね、肌がしてね、あの、ちょっとね、肌荒れもしてるっていうか、うん、角質がね、ちょっとね、おかしな感じになってたんですけど、今はね、右側のようにね、肌も綺麗になって、きめ細かい感じになってね、この中のね、太いヒゲがなくなると、肌はね、きめが細かくなって、綺麗になるんですよね。若く見えますね。で今はね、1ヶ月に1回の間隔なんですけど、最初はね、15回くらいは、このヒゲがなくなるまでね、2週間に1回の間隔でした。で、今は1ヶ月に1回の間隔で、1ヶ月放置するとね、あの、右側のように薄くね、口の周りと顎に、あの、産毛が生えてくる状態ですね。まあ、これでも全然目立たないんですけど、ここでやめちゃうとまたこのね、ヒゲが濃くなってくるので、この産毛が生えなくなるまで来なくちゃダメですね。うん。ほっぺとか首はもう生えてきてないんですけど、その最初濃かったこの顎のとこと鼻の下、ここは今でも産毛が生えてきてるので、もうこれを完全にね、あの、生えなくなるまでね、あの、隣のほっぺとか首のとこの皮膚と同じくらいになるまで来てもらいます。その産毛が生えたら来るっていう感覚なんで、1ヶ月に1回のペースですね。1ヶ月するとこれ生えてくるんでね。はい。なので、自分で途中で終わりにせずに、あの、完全にね、この産毛が生えてこなくなる状態まで持ってきたいので、あの、こちらでね、あの、指示しますので、それに従ってきてください。で、これ、産毛も生えなくなるとね、あの、半年とか1年とかね、あの、来なくていいような感じになりますので、それまでしっかりね、この、もう生えてこない状態になるまでね、通ってください。はい、この角度から見るとね、本当にヒゲが太くて、もう逆剃りしてるからね、毛穴がこうボツボツになっちゃうんですよね。脱毛するとね、その中の太いヒゲがなくなるので、毛穴がね、目立たなくなって肌が綺麗に見えますね。なので、もうヒゲ剃りがめんどくさい方、あの肌荒れする方、脱毛おすすめですね。1ヶ月ね、放置してもこんな状態でいられるんですよ。でこの方1ヶ月1回ペースでね、ケアしに来てくれてるんで、まあ、来てればね、ずっとこういう風な肌をね、保ってられる。で、いずれその今生えてる産毛もなくなってきますのでね、まあ、定期的にね、まあ、数ヶ月に1回来てもらうとね、ヒゲ剃りしなくて楽な状態がね、保てますので、まあ、エステ感覚でね、肌をきれいにするっていう感覚で来てもらえばいいと思いますね。